粗品です。せいやです。うん。もう。90年代生まれクイズ。あ、いいね。90年代前半生まれの人の正解率が高いクイズで対決。時代の流行り物に敏感だったのはどっちだ。なるほどね。いや、いい。嬉しいな、こんなんできんの。ずっと家やったから。あ、やっぱそう。新鮮。新鮮。楽しい。寝てたんや、ずっと。ずっと寝てた。家おった。映画見てたな。やることなくて。何おもろかったの？ウルフ、ウォール街の、知ってんの？あれ何や？ウルフ・オブ・ウォール・ストリート。そうそう、ウルフ・オブ・ウォール・ストリート。めっちゃおもろかった。へぇ。あら、よかったね。はい。では、行きましょう。ロングスリーパーや、ストリングスを巧みに操り、その、昼方寝るを。昼方寝るを。あ、そのまま。ハイパーヨーヨー。よし。昼方寝るを。いやいやいや。なんで、なんで、なんで争点する。あ、なんでなんで。争点。動いたり、喋ったり、歌ったり、光ったり。え？話し声に反。うわ、懐かしい。ファービー。あ、うわー、ファービー。ファービー。あ、そういうクイズか。おもろ、懐かしい。 CM でやってたな。ピボーン。アニメバク転シュートベイブレードの主人公の名前は。うーわ、ベイブレード。ゴー。ありそう。シュート。下の名前だけで大丈夫です。覚えてない。コマオダッサゴーとかシュートじゃないなあ。列並ぶを。いやいや、列並んでるけど。あれ、お前も休んでたから、ね、一緒に休んでた。列並んでたな。じゃあ正解います。はい、正解は高尾。知らん。いや、ベイブレードのアニメな、そんな見てなかったな。だかもな。スコーピオンの回だけ見たわ。二頭身のパーツを組み立てて人形を作り、頭部や腹部の穴に入れたビー玉。おー、ビー玉。いや、でもちょっと上なんかな。上っていうか通ってないな。あー、まあ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 、あったかな。ビー玉あったな。やってないな。でも2005年に7000。いやいや、足し算。麻雀。2005年に開催された愛地球博の。うわ、モリゾートキッコロ。あ、すげえ。キッコロも行った。いいぞ。モリゾートキッコロや。本体は折りたたみ式で上下2つの画面を持つ。DS。あー、いや DS 最高やったな。 DS 最高やった。あれからタッチペンやったっけ。あー、そうかもな。頭脳のやつ流行ったな。脳トレな。脳トレ。任天堂 DS の DS の意味はダブルスクリーン。うわ、すげえ。オッケーオッケー。そうなんや。バラエティ番組トリビアの泉で。早っ。金のメロンパン。金のメロンパン。何それ。あれちゃうわ。トリビアの泉でその日最も高い兵を獲得したトリビアの投稿者に贈られる景品。兵ボタン。え、あ、メロンパンが入る金の脳。おー、そう。そんなあったっけ。メロンパン入りますって言ってた。あ、懐かしい。モンスターを育てて戦わせる音楽 CD を読み込ませることでモンスターが誕生するシステムを採用しているテレビゲームといえば。何それ。 CD。 はい。へえ、ありましたもん。何でしょうっけ。何それ。聞いたもん。だからパラッパラッパパッパラ。かわいい。違うわ。バックスランプ。ええ、モンスターファーム。よし。そんな知らん。
人の顔と大昔から受け継がれたという知恵を持ち合わせ、古くからシーマン。おっしゃ、はいはい。いや、俺ら世代か、シーマン。あ、で90年代の前半まで上や。子供の時な。四足歩行ができる相棒。早っ。相棒、早っ。相棒、シーマン、早っ。早っ。オッケー。地上デジタル放送スイッチ、デジカ、早っ、早っ、早っ。俺健康やからな。1998年11月に発売されたセガエンタープライゼスが発売した家庭用ゲーム機といえば、セガサターン。なんや、 XBOX。1998年ってどんなもん。バーチャルファイター。テレビゲーム機。何？ドリームキャスト。えい、ドリームキャスト。そんな、知らんな。2016年9月30日にサービス終了したガラケー時代中、ガラケー時代、モバゲー、ガラグリー、怪盗ロワイヤル、ハンゲーム、パンゾーヤ、パピージャンプ、おばちゃんと炎。うわ、違うか。ガラケー時代、中高生を中心に一大ブームを巻き起こした、あらかじめ用意された質問項目に答えてプロフィールを作り、友達、前略さん、前略さん、あれ、斉藤さん、前略プロフィール。おー、知らん。あったか。あったあった。ラスト、はい。届いた荷物の中にあるとついつい潰してしまう、プチプチ。届いた荷物の中にあるとついつい潰してしまう、あの感触を何度でも楽しめるおもちゃは。あ、やってるわ今。今なんかあるよな。プチプチボール、無限プチプチ。おい、何それ。おお、ちょっと90年代お前の年やわ。あ、俺の年。イエーイ。ちょっと70年代でやってくれ。古すぎるわ。よし、皆さん高評価、そしてチャンネル登録